お、インポスター。わあ、いっぱい湧いた。死ぬほど湧いとる。はい、うわー、でー逆にちょっと見たかった。いやー助かったー。鬼じゃないな。何があったんですか。キッチンにタクヤサクヤベールリンゴゲンサントスがいました。サントスさんもいたんだ。覚えてるのがすごい。もう覚えなくしました。あれアベレイさん司会昼から、そうなの。だって僕停電直しましたもん。停電直して最後三藤さんが停電前いるの見たの。ここきり見えるんだよな。死人ゼロの方がむしろ戦いやすいかなって最近思うことがあります。あら、死んだる。うん、死人はありますか。ないです。見てないです。ちゃん停電前、停電前に多分メインで一緒になったかな。はいはいはい。停電の2秒前ぐらいだと思います。で、私がその後、シャワー方向に行ってるので、多分左側に行ってますね。赤メタさんっていう私、エリキで会った後、私、左の方抜けたん、席の方抜けたんですけども、レバータスクで多分5番か6番ですね、最初位置。ずっとエリキにいらっしゃったってことですね。はい、サントスさんに見られてからエリキから出てないです。なるほど、なるほど、なるほど。はい、わかりました。左側なら、今回、はい、ゲーム浮いてるんですけど、ずっとカンバスなんですけど、左側ならできないって思ってほしいですね。リンゴさんは誰、どこ行きましたか。リンゴが最後エンジンの真ん中あたりまで行けていって、で多分トータスさんとアベレージさんはキッチンの方に残してきてると思ってる。はい、停電直しました。ああ、じゃあ展望に2人います、もしかして。います、います。あ、オッケーです。最後さんとさんも入っていた。うん、そう、合流してる。無理だし、タクヤさんも多分武器庫で停電の視界内ですれ違った気がしてます。ああ、いたんだ。はい、タクヤ、ウキスマの容疑者と思うんですけど、秋風さんがメインシャワー館の扉を開けてるのを見て、その時配線してました。そこからメインホールエンジン宿舎前にミーティング柱上がったところでボタンで、誰ともすれ違ってない状態です。南さんが左来てるんだったら容疑者かな、見てないけど。死にはないです、南さんの。赤メタさんって私の新情報以外、最後はもう誰とも見合ってない感じですか。最後は誰とも見合ってないですが、ただ風さんの目撃情報が、真にしろ嘘にしろ多分エレキには来てないんじゃないかな。あ、そう、左に行ってるのが正だったら大丈夫だと思ってます、そう、逆に上に行っててもまあ大丈夫かなとは。それだったらサントスさんが、エレキに来てる世界線でサントスさんが絶対見そうな気がする、ごめんなさい。だから私最後展望の停電直すとこまで行っちゃってるんで、そう、こっちまで来てる。ごめんなさい、ごめんなさい。そうだ、そうだ、あの後っすね。あの前までは大丈夫、あの前までは大丈夫、大丈夫。あと今回アベトータスが100無理っすね。ずっと一緒にいて、でリンゴさんもほぼ直前まで一緒にいたんで、はい、最後だけ、最後だけエンジンで消えた、くらいか。なるほどな。よいしょ。ピン。
あら、あ、いや、岡本さん。岡本さん、シールが弾けるよ。サクやリンゴさんが見えてきました。はい。やってみて。どっち詰めますか？今の木詰めますか？じゃあ、とりあえず。うん。はい、あ、一応洗えばいいんじゃない？私、昇降機右直してまーす。最後見えてまーす。あ、ほんと。サが見えました。あ、よかった、よかった。おー。うんうん。いや、めっちゃ最初、電気室で赤メタさん見てます。あー、なんか確かに、電気の、あれやってるって言ってたもんな。終わったのか。3秒前ぐらいに見たときには死んでました。うん、で、最後、ベルちゃんと見合ってます。そう。秋川さん、どっちから行きました？貨物側から行ってます。貨物でタスクやって、降りて、心電図見たら死んでて、左方向に行ったらベルちゃん。秋川さんはベル目線ないと思います。扉閉まってたんで。じゃあ、全然前には生きてました。うん。じゃあ、赤さん目線、貨物には来てないのであれば、自分、今、アーカイブから、あ、シャワー、メインシャワー、アーカイブ、貨物って言っているので、うん、ルート的に会えなさそうっていうのだけ言っておきます。うん、誰には、うん、誰にも会ってないですけど。で、ゲンさんも電気室に行った気がする。あ、そうですね。私は、ね、エンジンメインぐらいのところで、酒屋さんとすれ違って、エレキに降りて、うん、1個助け合った後にセキュリティ行って、キッチンまで行こうかなぐらいで終わってます。それ停電直しに行くタイミングぐらいだったと思う。うんうん、トータスさんってどっちから私のとこ、今年にしてくれたんだっけ？リアクター右のはしごの上です。メインで除染してるときに、ベールさん、もう一人誰かとアベレジさん。まあ、僕だ、僕。はい、でアベレジさんと、一緒にシャワー入って、アベレジさんも右の方行ったかな、僕上の方でさんも手で。そのルート来るとき、拓也さんとは合ってる？拓也さん？拓也さんってだってメインシャワーアーカイブラウンジですよね、はい、はい、そうです。多分所定の所定で、サントスさんと一緒にシャワー入ってると思います。うん、あ、そうだそうだそうだ、所定は見てる。うん、そうだそうだそうだ。その後見てなくて、うん、ああ、そうか、拓也。うん、ああ、そう。高橋さんがメイン脇でしたっけ？そうです、メイン脇です。メインは先行ってるから合わないですね。うん。なるほど、なるほど。あ、オッケー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 。オッケーです。失礼しました。エレキで死んでるとしたら、私とか、エレキ取った人ができるってことですかね。あ、安倍さんの位置聞いてなかった。僕が、その、トータスさんと一緒にシャワー入った後に、タオルタスクのとこです。タオルタスク、はい、ありがとうございます。うん、はい。何？あれ、どこいますか？全然コミサブが直らなかった。直らなかった、うん。ずっとミーティングいました。ミーティングいたの誰ですか？タクヤ、リンゴさん、トータスさんです。はい。ずっと追っかけられてました。はい、追っかけてました。はい。昨夜から安倍さんを後ろ出せて、うんうん、バイタルら辺でちょっと、コミサブ直らなくずっと暴れてました。そう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 。直れーって。直れーっつって踊ってて、全然直んねえから、ちょっと見に行くかと思い、ラウンジアーカイブの、うん、アーカイブの左下のとこで発見。うん、ベールさん。おー、うん、一応、最初僕アーカイブ開いたときに、ゲンさんとベールさんが僕下を下っていくときに上に上がったの見たんで、はい、あと他の方の位置聞いて無理そうだったら、完全に私はベールさんをアーカイブ方面に行くベールさんを残した状態でメイン、はい、でそれこそコミサボ前ぐらいまで行けてます。ほう、はいはい、一応ドアが、開いてる箇所も言えます。全部開いてたんじゃないかな、はい、多分、うん、あの最後の、通信室前通路のドアだけ閉まってます、うん、スパー開けようとして終わったんで。
担当さんどこでしたっけ？私金庫です。トータスさんとなんかメインくらいであったっけ？どこだっけ？エレキかメインで会えた、どこで、ね、最初にねキッチンでは行った時にあった。うんうん、でそのままセキュリティの方へ行ってテープタスクやってるサンタさんを置いて僕、エレキ抜けてそのあたりで小見様になったんで、もうボタンのところへ走って、ああそうそうそう、で私その後登ってメインでエンジン行ってダウンロードの位置が金庫のダウンロードなのを覚えていたのでダウンロード今のうちしとこうっつって金庫に行ってます。うん、私キッチンタスク2つやり、セキュリティ行ってテープタスクやり、エレクトリカルで最後終わってます。治んねえなと思いながら、誰釣りますか。いや今キルもちょっとゲンさんが怪しく見えてるけどもかっ、うんって感じですね。だからベールさんをそう置いてきたからですっていうと、そのバイタルで2枚ずっと一緒で暴れてたっていうのもよくわかんないのでまあそう、まあでも事実です。そこが人外が全然手取りやってる可能性もあるから、私自身は全然飲めないっす。いやー、ゲンさん。さっきの件は自分で怪しいって言ったけど、スキップ入れちゃいました。うん、あ、まあ、コミュニケーション直すんで、誰かボタン押してもらえたら。おーい。いないかな。トータさん、はい、トータさん押してくれるって。あ、ごめん、押してもらったらって言って結局ワークとしてなかったね。キッチンで入って直しに行こうとしてるけど直ったんで今必死。ああ、そういうこと、あ、そういうことか、はい、失礼しました。コミサボ中にコミサボ来た瞬間バイタル見てキルのやつ見たいなと思って僕がずっといたんですよ。でそこに作屋さんが来て、なんか治んないねみたいな感じで2人でいて、で僕が貨物ラウンジっていう感じに死体見てたけどなくて、多分作屋さんが左回りでベールさんの死体をアーカイブ発見。それって言っても作屋さんがベールさん殺してて、安倍さんの死体取りに行ってるようにも全然見えませんか。キル上がる前に合流しており、そこからのぐるっと回っての発見で、まあ、その場で殺してのセルフになると思いますけど、あれごめんなさい、キルが起きる前って、だって、コミでバイタル切れないのに。だからその、見れないのに前には合流してました。だから、昨夜はさ貨物までで、コミサボが鳴ったので、もうタスクをしようと思い、先に、はい。最後まで鳴ってたから、死んでるかどうかは分かんないけど、お互い反対方向にぐるっと回って、離れてたってことですよね。そういう意味で。そうだったら別に、どっちもできるんじゃないかなと思うけど、どうなんだろう。サクヤさんって死体発見してますよね。死体発見してます。ベールさんを発見してる。だから、キル即レポしてても、はい、バイタル見てて違いますよとはならないですよねっていう話ですね。あと、安倍さん目線はそうですね。サクヤも出てますよね。そう、僕目線はそうです、ね、そう。バイタル見れてないから、そう、キル即レポありますねっていう。まあ、診察あたりで殺した方がまあ得だと思いますけど、まあ、繋がってなければ。はい。アベレージさんって、はいはいはい。エレキメインシャワーの方のルートで行ったんですよね。エレキミ死体探しですか。はいはい。あ、です。あ、いや違います。釣られそうなんで、なんかせめてシェリフの方に温度取っといてほしいっす。シェリフいない。シェリフです。はい。おリンゴさんに従います。ゲン釣るんだったらもう今日しかないと思うんで。あ、まあ今日釣らないといけないと思ってるから、このままだとゲンさん釣りますけど。ただ私の場合対抗馬が多分酒屋さんとか阿部さんになってくるんですけど、これ二陣街で手つながれてたらめちゃめちゃめんどくさいので、どちらか必ず落としてほしいとだけ言っておきます。サントスさんはないんですか。一応置いてますけど、サントスさんもなくはないけど、まあ議論姿勢的に私と近いものを感じたので、そうやったら酒屋さんをシェリフでやってみてかな。いや、もったいない。能力なり釣りなりどっちかやってください。とりあえずお願いします。お願いします。ナイス。ああ、よかった。さすが。いやー、すごいね。犯人が手を取り合ってる感じ。ね、めっちゃ協力してる感じ。ね、すごいよね。てか、誰もコミサボ直しに来ないから。あ、それが一番の予定外だったかもしれないですね。ミーティング3枚って言ってましたもん。人外しか左来てないっていう。おい、ナイスでーす。はい、
一応リンゴさんがエンジンいたのでキラルエカとちょっと待ってみたけど、やっぱりリアクター乗すぎました。ああ、いやそう、はい、戻ってきたんで切られると思ってめっちゃ焦ってました。いやでも確かに昨夜さん、僕バイタル見てた時めちゃくちゃ切り毒なんですよね。あ、だからあの足し点で多分阿部咲夜追われてんじゃない、あんまり。そうですね、追うんだとしたら黒黒というか、うん、コンビ、うん、阿部さんどうやろうな、悪口しよう。だとしても咲夜がそのコミさんもなってる中アーカイブですセルフするメリットってなんやねんっていう風になると思うんですけどね。そうなんすよね。それでも普通に直していった方が良くないですか、ボタンそんな待機してるんだったら。まあそうなんですよね、ゲンさんメールさんの死にも僕が出してるから、うん、確かにここ両老は両老というか人海か。あのまあゲンさんがサントスさんを白目で見てトータスさんと昨夜さんどっちか釣ってほしいって言った以上、うん、どっちか釣りたいと思ってて、うん、強靭目が薄い方を釣りたい、うん、あ、安倍作家じゃない。あ、間違えちゃった、ごめんなさい。作家さんと安倍玲二さんです。安倍作ですね、すいません、失礼しました。作家さんのルートってバイタルからエレキ、メインシャワーですか。作家診察普通に貨物ラウンジ、はい、アーカイブで発見です。あ、そうなんだ。あれ安倍玲二さんは僕右っすね。安倍さんの後ろを行ってるんじゃないかな。あ、やっぱそうですよね、うん、なんかそう左回りのルートっておかしいなと思ってそこはずっと引っかかったんですけど、やっぱそうですよね。右回りです。はい、やっぱ右回りですよね、2人とも。2人とも右回りです。2人とも右回りで言ってると思います。右回りの方も。あ、そうなの？やっぱそうですよね。左回りだと、昨夜さんの動きおかしいなと思ったんで、その、コミュ無視して、そこ回るのはおかしいなと思ったんで。あれ、左回り、あれ、それなんか。いや、左回りって言ってないです。右回りって言います、最初から。僕が勝手に認識しただけかも。はい、あ、そういうこと、うん、お互い逆に言って合流したって話じゃなかったっけ。いや、そんな話しないです。あ、ヒカレージさんからだけ出てました。ヒカレージさんじゃなかった。リンゴさん、どうします？あ、え、どっちが前にいるんですか、ヴィレイジさんと昨夜さん。そしたら昨夜さんですね。昨夜さん。うん。そうなんだ。じゃあ昨夜さん目線、ヴィレイジさん無理ってことですか。無理ですね、はい。え、本当に、え、待って、ヴィレイジさん釣りたいです。ヴィレイジさん。ヴィレイジさん。じゃあそっちに行くんか。あの、ごめんなさい。私、強靭目が高いのが昨夜さんだと思ってました。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。おしょうがい、おしょうがい。ごめんなさい。おしょうがい。ボタン押しに行きます。押します。リアクターミックか。頑張ってください。おお。やばいやばい。いやー、これまだまだ全然人外勝ち。うん、いや、むしろ今人外勝ちの方が可能性高そうだな。それはリンゴさん、あれか、爆死を狙っとるのかな。いや、多分タスク残量を考えると多分ご自身が一番分かっていると思うから、うん、うんうん、ここが。あれ、よしよしよし。じゃん。はい、拓也さん見てくれましたか。これ拓也さん白だな。はい、リアクター証拠左で、リアクターさん追っかけてきてたんで、はい、誰かと合流して切れると思って、証拠左で拓也さんが行って、はい、リンゴさん俺を切って。はい、あれです。あ、タクヤさん大丈夫？あ、はい、大丈夫です。目の前でリンゴさんが、消し飛ぶのが見えたんで、タクヤさん白ですね。オッケーです。タクヤさん基本ミーティングリタ組なので白前提で思ってるので、タクヤさんから白が出るならオッケーだと思ってます。はい。あ、なので、サクアベオンってないってちょっと思っておいてください。そうですね。うん。正直あんま追ってない。ああ、スッキリした、じゃあ。あ、うん。タクヤさん大丈夫でしょ、ちょっと待って、ミーティングあの日の。あ、そうです。その日の、ね、キルに関しては、タクヤ、リンゴさんが、一緒にいて、で、リンゴさんとボタン前で待機して、あまりにも暇だったんで、ずっと追っかけましたって話。これ、仮に、うん、オールゲンさんだったパターンってある、うん、あ、まあ、ね、いっぱいあったかな、なんかあったような気もするな。あ、いや、待って、いや、ちょっと覚えてないや。赤メタさんが死んだのがアイクトリカでしたっけ、あたりじゃなかった、で見られてる楽しい。降りてきたみたいな、ベールちゃんが。ベールちゃんが言ってた、ベールちゃん、うん、あ、で、あの時石油、あ、エレキ石油キッチンで通ってるって言ってたね、ケンさん。うん、で、ケンさんはそこは通ってるとは言ってた。あ、可能性あるのか。そちらの話なんですけど、はいはいはい。秋風さんが南さんをメインあたりで見たって言ってたんですけど、それいつのタイミングでしたっけ、はい、メインホールから下に行く。どこで見ました南さんを。見ました、メインの一番右の部屋で一緒になって出る時に、うん、ふーちゃんが左、私が右に行ったって感じです。なるほど。じゃあどうなんだろうな。でタオル拾いに行って
停電になってタスク終わった時にはもう停電直ってたんで、そのままボタン押しに下回りで行った時に、誰だっけ忘れたけど、なんかドアの前で誰かと会って、そのターンで原さんが貨物にいたって言ってて、まあ、それがシーンだったらキルできないですよね。うん、まあ、シーンだったら無理です。ただ誰も見てないんじゃなくて、左側に固まっていたから見られるんじゃないかと思った。原さんが左いたら、その日ってサントスさんって、天牧さんってどういうルートでしたっけ。セキュリティ側から、セキュリティから行ってる。まあ無理。風産切るときだよね。あ、そうです、そうです、そうです。うん、セキュリティ側から。アメタさんから白出てませんでしたっけ。うん。おー、ここにキル頑張ってください。わあ、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 どうかな。もう一回ボタン押されないかな。ボタン押されればワンチャン。ワンチャン。縄が届きそうな気配を感じた。ですね。どこにいるかな。いや、サントスさんはミーティングで待ってるな。サクヤさんの次と思っちゃったな。あー、ミーティング、ミーティングも待機か。うん、ただこれの場合、おお、誰も来ないんだよな。現状周りに誰もおりません。このあのタスクがもう終わりそうって時にミーティング待機、うん、かけですよね、もう最後のタスクが。最後のタスクが。そう。タスクやばい、やばい。誰も来ない。やっぱ、行くよな。急げ、急げ。タスク結構やばいっすか。頑張れ。やばい、やばい、やばい。あ、でも。やばい。頑張れ。頑張れ、頑張れ。すごい、そう。今、今まだ10個ぐらい残ってる。やばい。あ、10個なわけないか。うわ、ここ固まる。左側。ここ固まってるわ。あ、昨夜が。これは、きついな。切れてないっすね。あ、いや、ここ、あー、みたいな。昨夜さんを切れるかな。切って、まあ、安倍さんが全部ドア閉めて、で、リアクター鳴らすか。これはコミサボかな。あ、でも、うん。到達さんが、あ、リアクター鳴らすか、やっぱ、オッケーオッケーオッケー。熱くだな、これも。でタスクですね。タスク、終わった。ナイスナイス。サクヤさんは、サクヤさんこっち来てるか。いやー、サクヤさん MVP だ。頑張れ。もう1キル通して即レポしてくれー。安倍さんもあとミーティングで。あ、死体探してる、死体探してる。そう、死体探してるんですよ、今。やばい。これは。アベレージのタスクがミーティングで終わるか。あ、サントスさん素晴らしい。やばい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 。うわあれ、レポート、レポートで。タスクもう1切り入れるか、もう1切り入れるか、もう1切り入れるのか、もうこれレポしても、あれタスクあるか、あと、あ、サクヤさんだ、頑張れ頑張れ頑張れ、なるほど、時間的にリアクター40秒、いける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 、ナイス、惜しい、タスクだ、危ねえ危ねえ危ねえ、そう、危なかった、おお、すごい試合だった。あと10秒でした。あと10秒でした。あぶねえ。あ、もう燃え尽きリリースたんだ、サントさん。やば。いや、そうっすよね。いや、ごめんなさい。いや、すいません。もうちょっと、あれ ?CG の方が良かったっす。リアクター右誰の、いや、あ、違う、リアクター関係ないか。リアクター関係ない、スパイスが関係ないですね。やっぱりレポートしても負けてますね。そう、レポートして、そう、22で釣れないあれがあったんですけども。もう1キル通して釣りで勝つ方が多分勝ちやすかったと思う。いやー、ゲンさんごめんね、初め頑張って、いやー、ごめんね、どん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 ね、シリフトとかした方がよかった。いやいや、秋川さんありがとうございます。いや、フォローいただいたんで、コミサボを誰も直しに来ないっていうのが一番の多分我々のありましたね。そうなんですよ、あのアドミンにいたらコミサボなっちゃって、私見られたら直せないから、もうベントに入ってたら、うん、なんかあのコミサボを無視して2人ぐらいコックピットに入ってきて全員合流してたんだけど、ここはと思ってクルーも誰も来ないから、ベルさんが見つかるまでただやることなく待ってたという思ってました、みんなで。いや、なんかミーティング降りたら死にそうだなと思って動けなかったんですよ。なんでリンゴさんのこと追いかけたな。いや、なんかリンゴさんが、いや、怪しい動きしたから、じゃあ追っかけようと思って。いや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 、こっちのせいで。いや、初手アベレージさんに特攻しようとしたんですけど、ちゃんと偽装はうまくいったんですけどね。じゃあ右でしょ。右行ってると思う。そう、全然そう、分かんなかった、それで。
キカジさんマットでびっくりしたな。分かんなかったです。助けていただきました。だいぶ助けていただきましたよね。いやー、ありがとうございます。じゃあこんなとこですかね今日は。はい。はい。はい。多分今日この後全員マリカ行っただける感じで。ありがとう。